やっほー、すわしわすだよー。ついにですね、9月6日に、ルームメイトに、レンタカー手配してもらって、レンタカーで僕の荷物を運びして、ついに、戻ってきました。パチ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 、戻ってきたよー。ほら、見て。ほら、前と同じ部屋、グリーンバックね、まだないけど、画用紙はね、もう処分してしまったので、で、グリーンバックは、まだ設置してないです。ポッティさんにもらったね、布、緑色の布があるんで、それをどこに設置しようかなって感じなんですけど、戻ってきたよ。みんながよくね、見覚えのある、おなじみのお部屋でしゅ。ここね、プー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 、戻ってきたー。やっぱり、シワス王子は、こういう、小綺麗なお部屋が、似合うよね。ね、そうだよね。いやー、またここでの生活が、始まるのら。電気もさ、リモコンがついててね。うん。リモコンでピッピ操作できるんですよ。向こうでできなかったんですよ。紐だったんですよ。ポチポチって。しかもその紐もつく。消えるつくしかできなくて。もうね、いろいろとね、なんでしょう。ちょっとね、学びました。今回は、7月28日から、9月の6日まで。まあ、およそ1ヶ月の、まあ、夏合宿みたいなもんでしたね。合宿。うん。和室、築年数の古い和室、なんかキャンプ場じゃないや、山小屋みたいな雰囲気のお家に1時間、おじゃない、1ヶ月こもって、まあ、ちょっと不便を体験しようみたいな。修行しようみたいなね。夏合宿でした。うん。なんかね、一回り成長したような気がする。うん。なんかその学んだこととか、なんでしょうね。うん。ここの家がどれだけ恵まれていて、どれだけ安定感のある環境だったかっていうのを思い知りましたし、なんでしょう。まあ、あとはその、一人だと寂しいってことですね。友達がいた方が、なんつうかその、寂しくない。なんだかんだね、楽しいっていうことが分かりました。ね、感謝ですよ、本当に。人間関係、恵まれていることに感謝。ぷぷ。また、ここでね、動画作ります。ちょっとすいません。最近全然動画投稿しなくてすみません。ちょっと、なんか、ここで寝るとさ、爆睡しちゃうんですよ、なんか。ここでね。あ、汚い。ごめんね、汚い。いや、多分ね、和室でさ、ほら、エアコンないからさ、寝てる間も汗かきまくりでね、もうね、汗じみがやばいですね。汚い。シワス王子の汗じみだ。あーは、汚い。オークション出そうかな。シワス王子の汗じみ枕、汗じみシーツ。5000億円で売ります。まあ、さて、物干し竿とかもね、どうしようね、これな。物干し竿。これに、グリーンバッグの布をなんか引っ掛けて使いたいんですけど、そもそも物干し竿を置く場所がないっていう、引っ掛ける場所ではない。こことか、あ、でもな、本当はこれ、ハンガー引っ掛けるようだしな。まあ、なんか工夫します。なんか考える。あ、ハンガー。ハンガーとハンガーを端っこに置いて、で、そこのハンガーにこれ、物押し座を引っ掛ければいいんじゃね？あ、面白い、そのアイディア。わあ、思いついちゃった。シワスは思いつきの、天才。うん。なんか喉乾いた。ジュース飲みたい。深夜徘徊しようかな。まあ、まだ深夜じゃないけど。今ね、ペヤングソース焼きそば、超大盛り食べて、うん。お腹は、まあ、張ったんですけど、ちょっとなんかジュース飲みたくなってきた。やばい。やばいよ、なんかご飯食べたらジュース飲みたくなるって完全にこれ、ね。また太るわ、ここ来たら。絶対太る。リバウンドだ、せっかく。
せっかく夏合宿で痩せたのに。まあでも、ね、痩せたのは夏風邪のせいだと思うけどね。夏風邪で食欲がめっちゃなくなってたから。ほんで痩せたっていうのはなんか雲が、ちっちゃい雲が、タラーンって今、ここね、タラリンチをしてた。うん、そんな感じ。またここでのね、動画更新とか、歌ってみたとか、生配信とか、ね、楽しみにしててください。また、洋室での、シワスの生活が、始まりまーす。トラだよー。じゃあ、こんにちは、トラでーす。バイバーイ、バイバーイ。こんな感じでーす。うん、じゃあ、そろそろこの辺で、失礼します。またねー、バイバーイ。